ペンでなってもいいですよ。あ、そっちは違います。ドド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 ドなるほど、はいはい、はい、そんな感じです。はい、簡単ですよね。めっちゃ簡単。はい、それでは第1問。はい、お、富士山。はい、高さ何メートルでしょう。よっしゃ。わかんない、どうしよう。シュンシュンがボンボン人生で一番力を入れた企画らしいです、これ。富士山はね、た多分3000、あ、ちょっと400。下2桁は勘で行かせてもらうわ。なんかさ、語呂があるよね。わかんないけど。数字が間違ってても一番近い人が正解になります。はい、5分間でいいですよ。早めがちじゃない。一回違います、できない。できない。え、そう。じゃあもう終わったやん。ヒントください、マジでわかんないから。そんな勝てこないもん。答えのやつがどっかにある。え、この数字だけじゃなくてのか。全然覚えてない、どうしよう。この数字はあるだろうなってやつは覚えてるの。東京タワーの高さは333メートル。最低には643。じゃあ武蔵だから634。武蔵とかじゃない。武蔵、これにしよう。日本人なら答えられて当然ですけどね。え、これ覚え方ある、富士山。あります。例えばその武蔵みたいな。あったはずがあるんだ。もう言っちゃってんの。武蔵は違う。え、武蔵はスカイツリー。お待たせしました。どういうこと。3、2、1。はい、そこまで。それでは、はい、富士山は高さ何メートルでしょうか。これ自信のある方。はい、はい、はい、ないんだけど。じゃあまずお帰りから。はい、3640。え、なんで指し見したの。最初はムーサーシーみたいなロゴだったかな。だから6000だったんです。なんかユキさんがムサシが違うって言ってて。ミーミーは、ミーミーは3700。あ、72メートル。やっぱみんな3000で。わかんない。なんでその数字だと思うの。え、もうね、このまま並んでた。え、数字が校長室のとこだよね。そう、校長室のとこ。マジでミスリードで置いておいたんだけど。じゃあもう違う。え、ゆうちさん、はい、3445。3000のような気がする。3000なの、高さは。1個ね、そのまんま、そのまんま分かれてないで、そのまま貼られてる答えが渾身の構成ですからね。ああ、まだそういうことかって黙ってます。いいね。え、どみちゃんの話だっけ。はい、私は3300。うわ、そういう意味。え、それも思った。ああ、はい、お願いします。ということで、今回ピタリ賞はピタリ賞もう差が10以内。おお、絶対ミニだよ。じゃあそれ200以上は今、すげー、すげー。200以上じゃない。いや、だからその差は10。誤差が10。誤差が10。 10。え、10って。自分が違う方がいらっしゃいますけど。それではその200以上のこと発表します。つまり1位ですね、今回。3776メートルでミニです。答えにしといたよと思って、時計で2って打っちゃった。あ、それは。なるほどね。正解は6メートル。はい、2問。はい、はい、東京タワー広さ何ヘクタール。難しいな、説明が。広さ、広さだよ、広さ。スキアリー5。もう一個5が欲しい。マジでわかんないな、どうしよう。東京ドームでしょ。え、
そのまま答えが貼ってあるやつあるかもね。え、そのまま答えが貼ってあるやつがあるかもね。だってね、最初のさ、頭の文字みんなで合わせよう。ねえねえねえ、無視しないで、最初の文字、頭で最初の文字だけ合わせよう。もういいわ。意味不明な企画じゃね、これ。マリナ7で7万4千。もう分からんからさ、こんなんデタラメに行くしかないねん。なんかこういうの、こういうの怪しいよな、これ。4点。うわ、俺東京ドーム、俺巨人ファンなのになんでこんなことも分かんないの。ふっさんとか東京ドーム詳しいんじゃないですか。いや、そうだと思うじゃん。全く知らない。10、9、8、7。待って、これはもう戻ってくれなかったから罰ゲームで。5、4、3、2。答えよー。1。待って。罰ゲームです。行きますよ。見えなかった、見えなかった。もう一回上から行こう。はい、これは 5.7 ペクタル。ほう、じゃあミミは 5.6 ペクタル。どっちをする、どっちにするか。7万4千。え、7万4千。200。7万4千。4291。本当に分かんなくてさ、な、5万に入るって聞いたからプラス2万ぐらいしてみた。もう4万になっちゃった。ダイオクさんは、うん、おかしいやつがあったんです。えぇ、ー、何。4って、あぁ、えぇ、ー、ねぇ、ねぇ、すごいやん。いや、5.5。あらららら、えぇ、ー、これなんかすごくない。え、すごいね。もうつい履歴、イエーイ。え、もついてき、うん、今回、隊長はいます。うわ、自信のある方、はい。間違ったら交わらない、絶対これだろ。この場に笑う。東京ドームの広さは 4.6 ヘクタール。よっちさん、スペリシなので3ポイント。待って、この紙破いたらスペリシじゃなくなりますか。はい。なんで。そして、はい、ピタリ賞は別枠なので、ミニミが一番得点離れすぎてたんで、ミニミ何て答えたっけ。7万って言ってた。マイナス7万ポイント。はい、3本。やばい。5枚使って作った数が自分のポイントになるよ。え、そういうことね。よい、スタート。マイナス7万ポイント持ってるので、ルッツさん、うん、
48,645 あれ俺1億拾ってあったんですけど減ってるな。え、なんで？でも最後の最後の結果が全てなので。そうなんだ。なるほどね。48,648ポイントですね。あ、3ポイントも。あ、3ポイントやん。何やろ、3ポイント。じゃあ次、トミちゃん。はい、私はですね、1億やば9,988 ポイントです。おお、すごい。この動画だけドミちゃんの誹謗中傷を通します。ちょっとほら破れてるよ。あ、破れてたら向こうです。え、え、嘘でしょ。じゃあ、え、9,988ポイント。え、そうなの。でも高いよ。ね、バチャ当たったやん、そんなんするから。ね、そうやろ。ただ俺の数字低くなっただけや。それでは問題です。今から出す問題の答えの数だけ青色のものを持ってきてください。青色のもの、はい、全国名字ランキング田中さんは何位？わかんない。スタート。制限時間3分か。佐藤さんが1位だったような気がするから3位ぐらいじゃねえとは思う。これ見て、青いっぱいあるよ。本当だ。これ青かな。ポンって青だもんね。1位佐藤なんやな。2位は鈴木とかだったような気がする。田中さん4位だったような気がするな。3位な気がするな。田中結構多いね。お待たせ。早い。答え知ってる？知らない。3だと思うから3位になってきた。え、3じゃないの？え、そんなもんねえよ、みんな。え、まだ2分あるけど。ええ、ちょっと増やすかじゃあ。え、割と7位とか説ある。いや、その説ある。この国に。残り2秒 2!1! はい、そこまで。はい、これわかんないわ。それでは持ってきた個数発表していただきましょう。はい。おかえさん、何個ですか？これは4個です。4個。じゃあミミさん、何個ですか？ミミは6個持ってきました。お、いっぱい見つけたね。はい。ゆきさんは5個。お、5位だと思う。はい。お、いっぱい見つけたね。ありがとうございます。はい。とみちゃん、何ですか？私は3個持ってきました。お、おかゆが4位、ミミが6位、ゆきさんが5位、とみちゃんが3位。はい。それでは今回、やりしょうが、やりしょうが、今、おお、始まりだ。はい。今回なんとやりしょうの方には、うまポイント。でかすぎる。失礼します。全国名字ランキング田中さんは4位。198,840ポイントです。5回戦で、今回は紫色のもの持ってきてください。はい。え、私もいい。うんちゃん持ってきたらいい。あ、なるほどね。私も今回は計算問題です。計算すれば分かるので制限時間1分にさせていただきます。いや、短い。11×11 マイナス120は、121 121 OK!1 だ!1 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 だ!1
そんなある紫。紫なんてないよ。そう。4、3、2、1、そこまで。マリンカットは。じゃあ見せてください皆さん。はい。おかえさん何個ですか。1個です。1個。計算早かったね。カトリマム。それではミミさん何個ですか。ミミ1個です。おお。すごい。やった。もう全部紫だからこれ。でドミちゃん何個ですか。私は1個です。1個。
ファイル、それも紫だね。はい、うん、それでは最後に、ゆきさん、何個ですか？7。なんで7？計算してたっすね、ちゃんと、うん、あ、いや、1です。いや、これ紫じゃないの。これ紫じゃない。これ紫じゃない。これピンクです。これピンクだろ。そもそも持ってきてた時点でダメじゃない、うん、なんでこれ持ってきたんですか、じゃあ。なんででしょうか。え、どういう計算したんですか。ゆうさんの筆算みたいで、筆算これ。え、11、スタジオから物をたくさん探して持ってきてください。はい、はい、それでは問題です、はい、都道府県の数は。あー、なるほどね。いやー、お終わらないよ。おいなースタート。はい、ねえ、教えて。ねえ、よっちさん。なんでわかんねえんだよ。なんでもいいんだもんね。46都道府県、47都道府県。こいおちやおいおちや。これで10だ47。持てんのこれ。まあ、じゃあこれキーボード、キーボード。な、なに47都道府県や。47や。さて、スクールバツク。これ数数えられない。ちょっとやんないとわかんない。犬の置物。今何個になった。さて、特番ケース25だから31。47か48で迷ってる。勉強しておくべきだった。もうちょっと。お疲れ様です。お疲れ様です。そこは決め切りましたか。はい、はい、上から順番に行こうかな。よしさんから、はい、数えていきたいと思います。はい、おれおれ。はい、まずちりとり、はい、物差し、ペットボトル、ハサミ、雑巾、黒板消し、消しゴム、ペン。めっちゃ文字数少ないんだ。はい。チョーク、ポン、キーボード、バケツ。ぴったり47文字になります。おーっす。使った数が1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。あ、そうなんだ。はい、もう一回やり直さないか。じゃあ12個で47ですね。マジか。はい、途中で追加しました、ルール。マジか。キーボード。な、なに。あ、聞こえなかったですか。あ、じゃあ、少しすごいハンズだ。え、マジで。ユリさんにポイントあげる。あ、マジで。え、じゃあこれ。聞こえてよ、お前。いらん、そんな2ポイントとか、お前。おい、ドミちゃん。はい。パイプユニッシュプロ。はい、僕は名称もあるか。で、小文字は別にします。うましおプレッツェル。マジか、そういうの、そういうのでいいのか。スーパーリッチ社員、ダメージリペア。補修…え？ラックス D… え、なんかどこ読んでたんですか。おいおい、ちょっと、ちょっと、おいおいおい、こいつやってるよ。おい、超しんど。スーパーリッチ社員ダメージリ
ペア。これ何で欲しいの石膏や、これ。あ、これ欲しい。そんなんありかよ。じゃああれもあるじゃん。休み時間は手を洗おうね。ノーカミ。おい。ノーカミ。あ、でも言葉にして。神経系のポスター。あ、すごいすごい。47文字達成ですね。すごい。最後、1、2、3。じゃあ最後、おかえりですね。はい。教えてください。ヤンヤンスケボー。濃い茶、多いお茶、黒板消し、アースジェット、スクールバスク、ああ、一緒だけ考えてゴミ袋、ゴミ箱、お、ぴったり47文字、おめでとうございます。じゃあ数数えて6、7回おで、一番数が少なかったのはミーミの5個です。87ポイント。おかしいんだ、桁がもう。ミーミー12,999ポイント。おかゆ109,880ポイントということで、おかゆの勝利。え、なんで200ポイントか1億ポイントとかですね。3ポイントもっと言うな。真面目に点数つけてね。そんな文句言ったらまたマイナス取れるよ。いいの、マイナスして。やだやだ。マイナスしようかな、じゃあ、ゆくさんから。もう3回しかないんだよ。じゃあ、もうやるわ、3回だよ。3回だもん。はい、ということで、今回は、数字集め対決でした。イエーイ。ありがとうございました。はい。確かに力入ってたわ。はい、先週、今週のこの企画、どうでしたか。楽しかった。それでは、次の動画で。